で、これで、これどうやってさ、あれすんだっけ、参加をリクエスト送信。人を呼びます。人を呼び音はこっち消しとけばいいよね。はい、はい、こんにちは。あらと、こんにちは。ただいまインスタライブが始まりました。今日はカルナの、秋服の紹介を今からカルナのこの上のアカウントでやるので、ぜひ皆さん集まってください。集まってください。紹介します。今日のお昼くらいから、お昼だっけ、正午、今日の正午から予約が開始したアイテムをちょっと紹介したり、あのね、スタッフさんにも来てもらってるので来たりしたいなって思うので、ぜひ皆さんカルナムールのアカウントフォローしてそちらを見るか、このまま私がここを抜けるので、あ、皆さんその後見てくれないの分かってるんですけど、このままいてくれたら嬉しいです。もうまだ夏は来てないんですけど、ちょっと秋気分に皆さんちょっとなってもらって見てくださいね。では集まるかな、これ以上集まんなそうだな、こっちに集まるかな。よし、じゃあ今私が抜けるので、このまま見ててください。カルナムールのアカウント見ててね。はい、退出した。はい、こんにちは。このまま見てて、どこにも行かないで見てて。はい、ということで今日は、今日予約が開始したカルナムールの商品を今から紹介していきたいと思います。今から紹介するものは、あのランウェイチャンネルと ZOZO でも、はい、ZOZO でもゾゾタウンでも予約があのできるので、ぜひいいなって思ったものがあったら、あのゲット予約してみてください。で、今日私の体型だけだと参考にならないと思うので、あのスタッフの方にも来てもらってるので、あの身長とか体型別に見てもらえたらいいなって思います。ではもう行こうかな。はい、じゃあまず1着目、まず私のやつから紹介しますね、はい、このバラのトップスちょっと透け感 3D チュールブラウスです。これはね、展示会がこの前やったんですけど、その時に置いてなかったカラーで、ピンクがすごいとても可愛いです。これはね、オフショルでも着れるんだけど、このどっちでも 2way で着れます。こうやって肩やってあげてもいいし、オフショルにしてもいいし、私はオフショルでちょっとスッキリしてるのをポイントにしてます。で、このお腹がねちょっと透けてるんですけど、もしちょっと恥ずかしいなって思う方は、中になんかシースルーのもの入れたりとか、なんか中インナー入れてみてください。でもこのこんくらいだから、あんまり恥ずかしくはないかと思います。透けてるからそんなに肌見せしてるっていう感じではありません。私は下にこのグレーのボトムと合わせます。ちょっと大人っぽい感じで合わせました。で、このローズのチョーカーも作りました。これもすごいトレンドアイテムなので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。ちょっと見えないんですけど、後ろに、まあいいや、後で見せるわあのストーンがついてます。はい、こんな感じのおすすめの秋のコーデです。可愛いとちょっと大人っぽいミックスしました。はい、で、私は身長167センチのウェーブ体型ですになってます。今からちょっとスタッフ呼びます。じゃあ、はい、はい、お願いします。あやはちゃんが、はい、身長155センチのウェーブ体型です。はい、こんな感じ。でもその上、うん、トップスはそこまで、そうですね、身長とか関係ないかもしれないね、うん、はい、切り替え高いので、うん、足もすごい長く見える、はい、デザインになってます。で、ホワイトです。こちらのカラーが、はい、ちょっとクリームっぽい感じの柔らかい、うん、オフホワイトですね、になってます。はい、で、下が今リボンのジャージのものを合わせてもらってます。これはフリーサイズ、これフリーサイズです。はい、なってます。今155センチで1回だけ折って着用してるんですけど、うん、かかとにかかるぐらいの丈感で、ちょうどいい、1回折ってちょうどいいかなっていう感じになってます。155センチだと、はい、そういう感じです。はい、はい、それ内側から上司みたいな。あと何個だろうな、これとか、あの、え、
かちょっとドットが、うん、ドットが混じってます。すごい可愛くて、肌なじみですね、ホワイトの方は。使いやすい。可愛い。はい。すごい可愛い感じです。はい。はい、じゃあもう一カラーあるので、ちょっと来てもらいます。はい。で、こちらブラックです。はい。で、この3色展開になってます。このローズのトップスは。ピンクとブラック、アイボリーの3色展開です、うん、はい、すごいブラック大人っぽいね、大人っぽいですね、雰囲気が、しかもなんかちょっと短めの、はい、ね、そう、ショートパンツとかで合わせるとね、うん、すごいスタイリッシュでかっこいい、はい、ボリュームあるんですけど、うん、透け感があるんで、うん、あの抜け感も出て、うん、軽さが出るかなって思います、うん、身長は何センチですか？身長161の、私もウェーブ。あ、みんなウェーブ。じゃあ、ウェーブの方、ぜひ。はい。今のところ、みんな似合ってます。はい。そんな感じです。はい、OK？ あ、これ、お値段。はい。お値段。3D ローズチュールブラウスは、お値段、税込み1万1000円で、うん、お届け時期は8月上旬になります。で、ニコラさんが履いているスラックスですね。メッセージ、はい、エンブロイダリースラックス。あるんですよ。これサイズ展開は M と S の2サイズ展開で、私は M です。はい、ニコルさんが着用しているのは M サイズですね。そうね、太もも気になる方、ウェーブは特に下半身が気になるので、はい、そのウェーブにまたぴったりなボトムだと思います。お尻周りもちょっと大きめなので、はい、はい、安心です。お値段が11,880円、ポイントがありますね。で、こちらも8月上旬のお届けです、ね、はい、でした。はい、じゃあお着替えお願いします、はいはい、もし気になることあったらコメントください。その間にこのバラのやつ紹介しようかな。ローズのやつ、小物も今季もすごい可愛くて毎回人気なんですけど、このローズのチョーカーを作りました。色はホワイトとあとブルーとブラックがあります、はい、お値段教えてください。値段は税込み3190円。そう、あの、まあ、ローズの根物結構トレンドで他にも出てると思うんですけど、カルナのポイントはやっぱカルナ結構モリモリ あの小物が多いので、ここにちょっとキラッとしたチャームをつけました。雫のチャームをつけたのがポイントです。はい、このブルーもね可愛いですよ、鮮やかで。首につけなくてもね、なんかおカバンとかにつけたり、うん、うんうん、確かに。あと手とかでもいいかもね。確かに確かに、ね、いろんなところにぜひつけてみてください。バラモチーフ、ぜひトレンドモチーフなので、ぜひ皆さんゲットしてください。ちゃんとミーハーに乗っかりましょう。はい、こんな感じでしょ。あとアクセ、この調感も可愛いです。こういうオフショルにして首元をスッキリしてる時に、このハートのこのベロアのリボンでなってる調感もとってもおすすめです。シルバーとゴールドがあります。お値段はいくらですか？お値段は税込み3960円。ホワイトとブラックの2カラーハートの、はい、ハートのでかいのがポイントです。結構ねハート大きいので、うん、ポイントになりますよね。そう、首元とかね開いてるときはこれ大きめのアクセサリーをして持ってください。寂しくならないように。そんな感じ、ハートでした。どっちが好き？チョーカー昔流行ってたけどまたトレンド？それともずっと流行ってる？まあ確かに今年チョーカーのアイテムすごい多いかもしれないです。流行ってます。確かに今年よく見るようになりましたね。はい、まだいけそうだな。まだアクセサリーできる。これもとっても可愛いです。やっぱカルナって言ったらリボンのねアクセサリーもすごい人気だったので、リボンのネックレス、これも1個はチョーカーっぽくて、もう1個は長いリボンのアクセサリーになります。これはゴールドとシルバーがあります。お値段、はい、こちらお値段税込み4290円です。はい、4290円。これも可愛いですね。可愛い。別々でも取り外し、あ、本当だ、別々でもできる、別々で使えるので1個1個でも使えます。そうなんです、ね、2連じゃなくても使える。そう、秋とか結構タートルのものとか出ると思うんで、結構シンプルなトップスにこれ重ねてあげたらすごいあのアクセントになると思います。はい、小物はね結構あの売り切れるのが早いよね、うん、早いですね。早いのでぜひ気になった小物があったらぜひゲット
予約しといてください。安心安全の予約です。いつもこれ売り切れちゃいました再入荷しますかっていうのあるんですけど、なかなかすることがないので、ぜひ予約のタイミングでぜひゲットしてみてください。はい、着替えた、はい、はい。じゃあ続きましての、はい、どっちかでいく、はい、じゃあ宮城さん、はい、はい、続きましては T シャツとチュールチュールとパンツです。かわいい。かわいいです。そう、キラキカジュアルなのとキラキラがね、うん、すごいポイントになっててかわいいです。このパンツはカジュアルなんですけど、うん、このリボンでちょっと甘めが、うん、はい、甘さを足してて、かわいいのに合います、ね。上が甘めなのものになります。お値段、T シャツがお値段はい。宮部さんが着用している、フロントメッセージ T シャツ、うん、ホワイトのカラーですね、うんうん、が、お値段税込み7150円、はい、でその上に着ているドットチュールキャミ、うん、めっちゃ可愛いんですよ。可愛いです。そう、なんか近くで見たら、キラキラ、そうキラキラしてるんですよ、はい、わかんないか、あちょっとわかるかな、普通のこのレースじゃなくてレースにスパンコールが入ってるので動くたんびにキラキラしてます。はい、はい、でここもちょっと ドットのシュールだったりとか、うん、いろんな素材の混ざった、はい、ものになります。かわいいです。でこちらお値段が税込み8690円、ね、はい、これレイヤードできるアイテム持っておくと秋、まあ、夏からね、これ夏届くっけ、夏、そうです、そうですね、7月上旬のお届けなので、7月上旬届くので夏から秋までずっとあの着れるアイテムなので、これはあのおすすめです。結構オールシーズンいけるかもしれないね、うん、いいね、はい、いいね。そんな感じです、はい、で、パンツの方にね、うん、リボンポケットサテンバギーパンツ、うん、着用カラーはブラック で、 ブラックで、カラバリでブラウンがございます、うん、でこちらサイズ展開は S と M で、うん、みやびさんは今 M サイズ着用いただいてますね、うん、はい、で、こう折って今このポケカなんですけど、うん、折らないとちょっと夕暮れなんですけど、うん、ちょっとずるって履くのも可愛いかなと思って、うん、折らないでも折っても可愛い、うん、身長に合わせて、はい、これベルトループもあるのでね、うん、緩かったらベルトループ、はい、ベルトで留めたりもできるので、はいはい、でブラウンはこんなお色味です、はい、ブラウン可愛いです ね、ピンクとブラウンでも可愛いかもしれない、うんうん、なんかツヤっとしててこういうね素材で、カタカタ素材感で、はい、遊んでください、遊んでください。はい、リボンがついてるのがポイントです。はい、でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。グラウンドゾーン、はい。ピンクとグラウンドでイチゴチョコみたいで可愛い。確かにイチゴチョコみたい。ついた、あやまちゃん。はい、似合うね。あ、本当ですか。なんか似合う。ありがとうございます。はい、さっきの色違いが。うん、こっちの方がキラキラ感は多分わかるかもしれない。サンコールちょっとめっちゃキラキラしてる。かわいい。フィルターみたいにキラキラしてて、ね、めっちゃかわいいですこれ。とっても、うん、見やすい。見えるね。めっちゃ見えますね。めっちゃピンクかわいいね。ピンク、私ピンク、ピンク推し。ピンク。やっぱ白と黒は王道に使えるけど、このピンクでね、差しでね使うのめちゃくちゃかわいい。上も上もね、背中。このちょっとハートっぽくなってるんですよ、バッグのこのカットが。かわいい、ね、ちょっとハート、はい、でこれはちょっと透け感がトップスあるので、中なんかキャミとか、あのちょうどいいキャミ、あのいろんなとこであの売ってるので今、はい、ぜひ着てみてください。はい、あやはちゃんが着用しているのが、先ほどのキャミソールはドットチュールキャミソールはピンクのお色で、中のインナーに着ているのが、はい、チュールフロッキングエンブロイダリートップス、うん、着用カラーピンクで、他のカラーはブラックとブラウンでございます。いっぱいできたね。まずじゃあチュールキャミから、はい、黒とホワイトとピンクの3色展開です。はい、これめっちゃ可愛い。これは絶対ゲットしてた方がいいと思う。可愛い、はい、カラバリが、うん、すごい展示会でも人気でした、ね、はい、モデルちゃんたちが結構買ってました。はい、で、もう一個の今井ちゃんが着てる上のトップス、はい、は黒とブラウンとピンクがあります。これもすごい後ろハートで可愛いです。カラーリングも秋っぽいですね。うん、ベロの質感、このね、リボンじゃない。ここのボタンがハートの
はい、チャームがついてます。ボタンがハートです。はい、可愛いです。シンプルだけどデザインが効いてるトップスです。着回しに広いよ、ね、うん、あと素材もねすごい気持ちいいですよね、うん、ベロはなけどなんか薄いね、うん、すごい秋めちゃくちゃまだちょっと暑いけど寒くなってきたなんかちょうどいい時期だと思います。はい、可愛いです。でボトムスが、はい、春のでは結構定番の人気のスウェットパンツですね、うん、メタリックロゴスウェットパンツ着用しているのがグレーのカラーで、丁寧に順番に着せた。で、他の展開カラーがブラックとピンクございます。このブラックなんかあんまカラーなんでこの黒の同系色でこのロゴのテカリ具合なかったのでこれなんかすごい合わせやすい。あとこれスウェットだけどタックが入ってるのでそんなにパジャマ感出ないのが、うん、あの今季のおすすめポイントです。スウェットちょっと難しいなって方でもタックが入ってるときちんと感が出るのでおすすめです。はい、グレーとこのピンクの、ね、組み合わせも可愛いです。いいです、はい、ロゴも入ってるのでピンク、はい、こちらのスウェットパンツはフリーサイズ、フリーサイズです。今上に上目で着てるんですけど、うん、一回折ってもそんなにボワッとしないので、うん、丈感は折ってあげてもゆっくり着れるかなと思います、うん、私はちょうどいいくらいで167なので、はい、このフリーになってます。はい、上はちょっと短めかな、短いけどそのお腹が 全力で出る感じじゃないです。バンザーしたらお腹ちょっとチラ見せする感じです。チラ見えがポイントです。はい、では宮城さんが宮城さん一緒にセットアップでセットアップで来てもらいました。アップで、はい、これピンクにシルバーです、はい、とっても可愛い。161センチが着るとこんな感じのシルエットですね、はいはい、もうロゴがロゴが入ってます。はい、私は161センチで、うん、ちょうどいいです。あの、うん、ずらないくらい、うんうん、スニーカーでも、はい、スニーカーでも下巻は、はい、引きずらの下くらいですね。可愛いよね。すごい足長く見える。足長く見える。確かに、はい、タックのおかげでね、うん、タックのパワーがすごい。スタイルアップになりますよね。可愛いです。ね、ピンクかけるシルバーとても可愛い。可愛いです、ね。色違い欲しくなってきた。ぜひ、うん、はい、人気なカラーはぜひ予約。人気なカラーどれかわかんないけど、はい、欲しいと思ったものはぜひ予約でお願いします。今全員ピンクになりました。すごい、はい、ピンク推しです、はい、ありがとうございます、はい、お値段言ったっけ。お値段、みやびさんが着用している、メタリックロゴスウェットトップスの方ですね、はい、まあ先ほどもご紹介した通り着用カラーがピンクで、カラー展開がグレーとブラックで、お値段は税込み9350円ですね、はい、してパンツの方がメタリックロゴスウェットパンツ、お値段は税込み1万1000円で、うん、どちらも7月上旬のお届けになります、うん、なんか飛行機とかねちょっと長い移動とかはもう本当にこういうスウェットでいいと思う。夏休み、ね、夏休み、ね、確かに夏休み皆さんどこか行く予定あったら飛行機コーデとしてぜひゲットしてください、うん、まあね別々でもあの日常使いはできるんですけど、そういう長い移動の時遠征だったりとかそういう時おすすめです。遠征でも可愛い、うん、可愛い、可愛い、十分可愛いけど、最近スポーティーな服装流行ってるので、うん、すごいこれだけでいいと思う。可愛いです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。聞こう聞こうでね、丈感完璧だよね。そうスタイルがよく見える風にはいつも心がけているので、はい、それがカルナのいいところだと思います。続きまして、はい、ダイハちゃんは、はい、こちらグレーの方ですね。グレーの方ですね。はい、トップスとギラギラ感が可愛いですね。可愛い、メタリックな感じで上下でリンクしてる感じがめっちゃ可愛いです、ね。可愛いです。スカートが色違いが、はい、複雑だねこの色味ね。グレーとブルーとピンク。これとかディズニー可愛くない？マーメイドのところもエルさんもいけそうじゃない。確かに。さぎったばかの子です。かわいい。めっちゃかわいいです。テーマパーク映えしそうな。写真映えしますね。すごいキラッとしてて。かわいい。すごいかわいいです。このピアードの段々になってる感じも、すごい縦スッと綺麗に見える形になってるので。竹感はどうですか？竹感、ありがとうございます。今私これもまた一回折ってるんですけど、一回折ってくる
潰しにかかるぐらいの丈感なので、うん、なんかスニーカーとかでも全然これ着られるかなと思います。かわいいです。スカートは S と M の2サイズ展開なので、これ今あやはちゃんは M サイズ、 M 入ってるからだ。そうですそうですそうです、ね、なのであやはちゃんがサンプル全部 M だから。そうなんですよ。今 M 履いてもらってるので、丈感があれの人は全部 S を S, S だとぴったりだと思います。S と M あるの、はい、ごめんね、M 履かせてたわ。そりゃいいコールは。160センチ以上だと多分 M かな。150センチ台だと S の方がおすすめです。はい。154センチだからボトム類お直し必要なら S を買ってください。S だったらカルナの S、 私全然お直しとかいらずに着られるので、うん、マイナスプロモーションしてたわ。S を今 M 着てます、はい、M 着てます、はい、S をぜひ、はい、150センチ台の方は S を買ってください。欲しいサイズをお伝えしましょう。このスカートですね、グリッターティアードスカート、S のサイズはウエスト65センチ、うん、で総丈は87センチ、で今あやはちゃん M 履いてるんですけれども、うん、M サイズはウエスト68、うん、で総丈は90センチ。そりゃそうだよ。 S だよ。3センチぐらい、うん、S を履いてください。はいはい、そんな感じです。170センチ以上は M ですね。私が167センチなので、それ多分ちょうどこれだ、うん、ほんとそれこそくるぶし当たるか当たる前、足首くらいかな。なので170センチ以上あったら多分こんくらいなのかな。でも夏に届くので、夏だったらサンダルとか見せてもいいしね、冬だったらブーツ見せてもいいし、そんなにあんま気にならないと思います。短いとか長いとか。はい、私は M です。かわいいでした。はい、ありがとうございます。で2人揃ったら覚えるか、上着たバージョンと着ないバージョンかな。じゃあ小物紹介してもいい？もちろん、はい、お願いします。あと新しい何回このバッグを出すかって思うかもしれないんですけど、人気なので、はい、これはもうカルナの多分定番にしようかと思ってるんですけど、またバッグ作りました。はい、今回はツイードの素材で作りました。かわいいツイード素材で、ホワイトとピンクとブラックがあります。はい、ツイードと高級感ね、ツイード高級感あるし、このねちょっとスクエアの形がたくさん入ると思います。はい、ここにも留めるとこあるし、中にもストラップがついてるのでとても便利なアイテムです。たくさん入りますね。はい、こんな感じの3色展開です。このカバンはちょっとまだ予約第2弾で、予約第2弾でした。じゃあ先行に見せました。ね、はい、まだ第2弾あるのかな、ここに。あのカバンもじゃあお楽しみに。でも近いですよね、ルックでは、ルックでは掲載されてるので、じゃあお楽しみに。お楽しみに、もうソロです。 OK、 じゃあまずどっちから行く。あ、じゃあみやびさんから行こうか。みやびさんのこのワンピがあの2ウェイになってるんですよ。で、はい、まずこの単体で着てみて、このシルエット、うん、やばいね、やばい、本当にやばい。みなみさんも細いけど、でもこれは誰が着てもこのスタイルがよく見える。このウエストラインの作りとこのねパフパフの感じがすごいスタイルアップできるので、これは本当にね、私も最高傑作くらいのワンピです。本当にスタイルがめっちゃすごくない？これ着るだけでこのシルエットになります。そう、すごいよ本当に。でこれセットなんですよ、なんと。多分カルナで一番すごい通販番組みたいな、カルナで一番お得なワンピができたんじゃないかなっていう。それにこのチュールスカートがつきます、はいはい、このグレーっぽいのにはブルーの。いや別売りじゃないんです、はい、別売りじゃないんですよ。セットなんですよ。衝撃的なの。そうだからこのチュールを、はい、まあ、取ってシンプルに着る日もいいし、まあ、セットなのでこれをつけて、はい、着てあげてもいいし、はい、でこのチュールスカートに例えば自分のお持ちのデニムとかにこうやって上から重ねてちょっと古着系のかっこいい人みたいな、うん、いいなんかいろいろこのちょっとシアーなので他にも自分が持ってるボトムとかと合わせてあげても可愛いと思います、はいはい、でどっちも着たバージョン
はい、どっちも着たバージョンで、これも色すごい可愛い。これはブラックに赤のチェックがついてます。可愛い、めっちゃ可愛い。てかお得すぎてびっくり。わかんない、値段言ってないか。お値段紹介します。お値段はこちら、チュールスカートセットミニワン、うん、でお値段は税込み15,400円。すごくない？だってこの1個のワンピでもうめっちゃクオリティ高いのに、このチュールスカートがついて2つの、見え方ができるので、これはマジで買っといた方がいいと思う。これ買っといた方がいいね。1個あったらめちゃくちゃ着回しもできますし、うん、そうこのワンピースも大人っぽい感じなので、うん、どこでも使える、場所とか選ばずに使えて、めっちゃこれは両方に使えると思います。かわいい、かわいい、かわいいですね。お得価格だよね。あ、じゃあ、はい、宮部さん、はい、これなんかイエベとブルベでいけるんだよね。うん、また全然雰囲気が違いますよね。かわいい。これはなんかほんと好みでもあるかもしれないけど、いいな。本当にお得ですよ、ね。お得。スリーウェイで。スリーウェイで。なんでこの値段で収まったのかマジでわかんない。いつも頑張って、ね、今頑張ってるんだけど、なぜかこれだけすごいお得に仕上がったの。かわいいです、とても。はい。ね、青もブルーも可愛いよね。これは本当好みに分かれるかもしれない。うん、そうですね。なんか黒髪とかなんか肌白い方とかはこのやっぱちょっとブルーベリーの方はなんかこのブルーも似合いそう。そうですね。もう関係ないけどさ、自分でブルー着る。はい。ナヤハちゃんが今脱いできてくれました。155cmミニワンピ。可愛いです。ね、大人丈なので。うん、とてもいいんじゃないですか。インナーとかもそんなに気にしなくて良さそうな丈感なので、うん、安心して着られるかなと思います。めちゃくちゃ可愛いです。シンプルなんですけど、ね、ね、パフがね、ボリュームあるのでめちゃくちゃ可愛いです。うん、ちょっとデザイン性がある、うん、アクセサリーとか確かにてても、うん、すごい可愛いと思います。はい、スカートだけだと下着は透けちゃいますね。うん、はい、透けちゃいます。これは本当に上に重ねるよう、うん、なのでなんかデニムとかね、そうですね、下にやってもいいし、なんかジャージとかやってもいいし、なんか皆さんファッション楽しんでください。はい、こんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。革命的な商品でした。あと何見たいかな。これもいいのか。はい、はい、あとヘッドワクセを作りました。これなんか結構珍しいかもしれないですけど、髪の毛の後ろに、ちょっと私できないですけど、あの後ろにこうポンポンってこうつける感じ。全然説明できない。はい、これがブラックとホワイトがあります。頭の後ろにつける感じかな。ここがバレッタになってて、なんかこっちから後ろ向いてできないけど、なんかこうできる後ろで、はい、ここ横でこうやって見せても可愛いし、うん、はい、これとっても可愛いです。はい、あの写真がラーメンチャンネル画像にあるので、ぜひ付け方見てください。これおすすめです。お値段、こちらのヘアアクセサリーはお値段税込み3,960円、うん、ホワイトとブラックのあるカラー展開で7月上旬のお届けです。こちらも、うん、とても可愛いです。可愛い、パール、パール、あとはこれはまあとピアスもリボンモチーフのものを作りました。はい、パールとリボン、こんな感じです。アシンメトリー、アシンメトリーです ね、はい、好きな方でつけてください。小物かわいいです、とても、うん、リボンモチーフ結構多いですね。これいくらですか。こちらは、税込み3,190円です。はい、まだいけそう。はい、ハートもあります。ハートのピアスを刺して、このハートが垂れ下がって、ゆらゆら揺れるの可愛いですね。うん、ゆらゆら系ハートピアスです。ハートです。おいくらですか。こちらは、税込み3,410円です、うん、はい、こちらゴールドのみのカラー展開です。
あとは待つしかないから。みんなのコメントも。小物ね、全部欲しいよね。ね、カルナのお洋服着るんだったら、カルナの小物もぜひ合わせてつけてもらいたいです。そう、小物ね、毎回悩むんですけど、やっぱモリモリが私は好きなので、すごい映えたものを作ってます。全部可愛い。皆さん今のとこ何が欲しいんだろう。何予約したんですか。確かにもう予約した人いるのかな。もし予約した商品が分かったら教えてください。お、着替えたかな。はい、じゃあ次宮城さんから。はい、これ今一番人気なのかな。今日予約始まったから今日の人気だと、このリボンのジャージ。コメントも多かったです。おい、めっちゃ可愛い。しかもこのチェックとこの組み合わせ可愛い。チェックにこのラインのね、合わせすごい可愛いです。ダブルジップ。そうなんです。一応。はい。そう、ダブルジップにしました。ダブルジップだとね、ちょっとお腹チラ見せしたりとか、はい、なんかいろいろ自由自在にできるので。締めもできるので、お好きにしてください。はい、全部締めても可愛いよ。なんかね。可愛いです。ダブルジップがこだわりです、はい、これは胸元にカルナの CL のロゴが入ってます。でリボンがこんな感じで垂れ下がってます。かわいいです。かわいいです、うん、かわいい。色も3色展開あって、はい、後で説明するんですけど、はい、あとスカートか。スカートがこちら、さっきの透けるの気になった方、あの透けない赤チェックのものもあります。はい、このスカートもね、2way リバーシブルなんですよ。これも今チュール側が外になってるバージョンと、反対にしてもっとチェックを前面にして、その後ろにあのチュールが出るバージョンもあります。あとここにワンポイントがあります、はい、ここにちょっとボタンがついて、はい、金ボタンがついてます、はい、で後ろゴムかな。後ろはゴムになってます。こちらのスカートはフリーサイズ、はい、フリーサイズです。ゴムなんです。安心して履けると思います、はいはい、ジャージのリボンリボンは取れます、はい、あのここだけね、紐自分で結ぶことができます。でもこれを取り外すことはできないです。自分で結んで加減は変えれます。はい、はい、こんな感じかな。リバーシブルってすごいですね。確かに下リバーシブルね、ま、特例。これそうか、着ないか、見せるか、どこだ、どこだ。あ、あります、あります。茶色、これ違うで、色違いがこちらもブルー、はい、ブルーです。でこれリバーシブルしてみるか。丈どうですか。丈はグループ C ぐらいですね、うん、160cm で普通くらいかな。はい、はい、反対にしたらこういう前面にチェックが来る感じです、うん、また下でチュール覗いて可愛いです、ね、そう、チラチラっとチュールが覗く感じで、なんかはっきりしたいときはね、うん、こっちいいかもしれないです、うん、なんか上なんかシンプルなトップスにね、こっち色目立たせて可愛いです、はい、170が来たら短いから全然ちょうどいいと思います。はい、全然、うん、私が161cm でそのぐらいの丈感なので、うん、全然短いとかを感じないと思います、はい、チュールチクチクしないかな。あ、大丈夫です。全くしないです、はい、あの私はそのチクチクが一番嫌いなので、はい、あの試着っていうか作るときにチクチクは全部避けてます、うん、はいね、スカートの上の部分のね、このひらひらかわいいよね。このひらひらもポイントです。かゆくないです。はい。こちらのスカートのお値段が、税込み16,500円します、うん。はい。8月上旬のお届けです。8月上旬です。はい。はい、続いて、ジャージのブルーを。グレー。あ、グレーじゃない。グレーだけど、ブルーに見えるグレー。はい。グレーブルーじゃない、ブルーグレーにグレーのリボンついてるのも、ブルーグレーにグレーのリボンがついてます。こちら、はい、色違いですね。はい、あともう一個、私が撮影できてたのはブラウンです。ブラウンもね、とっても可愛いんですよ。私はブラウンが一押しです。秋っぽくて、はい、ね、秋っぽくて可愛いです、はい、ブルーとグレーとブラックの3色展開です。で、あと下が
かわいい、キラキラ。もう第2弾の。これ第2弾です。第2弾です。これも。こちら見せしようかな。はい。これがセットで。はい。これもすごい人気そうですね。しかもバージョンアップして、あの、ハートがついてるんですよ。ラメがハートに進化しました。あと丸のクルーネックになったので、もうちょっと前はね、あの普通の襟だとちょっとカジュアルだったんですけど、クルーなのですごい甘めでも着れますね。はい、これ第2弾なのでお楽しみに。はい、の下を履いてみました。これも色が2色で、インディゴとブラックの2色で、ね、はい、このジャージは絶対ゲットしてもらいたいな。今っぽいですね。もう一回宮野さん来てもらおうか、はい、トレンド感で、トレンド感、はい、かわいい、はい、ブラックとグレーグレーブルーとブラウンです。どれがいいですかね。かわいいですね。印象が全部違う、雰囲気変わりますね。ね、変わる。で、はい、スポーティーでカジュアルだけどこのリボンで甘い、はい、甘めで、でダブルジップで使いやすい、はい、ゲットするしかないと思います。はい、でジャージの下はあね、下もさっき一応セットアップで、はい、あの、はい、宮城さんが履いていた下にありますね。これも同じカラーで3色ともあります。裾、はい、リボンで、はい、裾リボンです。下もあります。リボントラックジャケットのお値段は税込み1万1000円です。8月上旬のお届けですね。はい。終わった？終わりです。終わった。終わりました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もし気になるのあったらコメントください。もう何買えばいいかわからない。確かに。今日アーカイブ残すので、ぜひあのゆっくりあのもう一回見直してみてください。何紹介してないや。今始まってるの？このフラフラのキャミとかも気になるっていうコメントありましたね。これ可愛いんじゃない？ハーのキャミソール。ちなみに今こんなのもあります。今日は紹介できなかったですけど、キラキラのふわふわのキャミとスカートがピンクとブラックとアイボリーであったりだとか、本当。店舗がねできたのでね、たくさん商品があって全部紹介できないんですけど、ぜひ店舗だったらいつ置かれるかな。まだまだ8月くらいかな。そうですね、はい、秋物は8月くらいに置かれる予定なのでね、実際試着したりしたい方は8月に行ってみてください。本当に欲しいものは予約で、はい、ランウェイ画像でゲットしてください。こんなものもあったりします。もうね、前と違って全部紹介できないんだよ。とんでもないんですよ、今。とんでもない量。これとかもすごい可愛いですよ。これも夏？夏に多分お届けのやつで、このリボン、バック、このリボンが、この真っ黒のリボンがポイントになってて可愛いです。このシャカシャカな素材で。このリボンも取り外しが可能になってます。こういうところなんです。カルナのいいところ、もっと広まってほしいんですけど、こういうとこなんです。これ取れるんです。こうだったらなお、こうだったらなみこさんを叶えてくださるので、はい、こういうとこなんです。本当に皆さんもっとカルナムールの良さを広めてきて、広めてください。いろんな人に、こういうとこなんです。細かいストレスがない、うん、あのお洋服の作り方をしているので、ぜひ細かいところにも注目してみてください。はい。ピンクもあります。ピンクにはちょっと黒、大人っぽいカラーですね。これは。はい。ね、生地もいいし、そうだよね、生地もいいもん ね。お値段はちょっと、まあ、お値段の割には安いのかな。でもね、みんなの大事なお金だと思うので、ぜひアーカイブで見て欲しいものを決めてみてください。はい、あとハートの今赤いニット気になるコメント結構、確かに赤が出てきたらね。はい、赤のハートのニットもあります。これもすごい可愛いですね。はい、ハートのニットです。ブラウンと赤とブラックがあります。これお値段はどうですか？こちらの、お値
が税込み6930円。6930円、はい、でもシンプルで可愛いです。こういうのも置いてあります。こんなデニム、あとデニム、これも形がすごいとっても可愛くて、はい、リボンがあのレースになったちょっと夏らしいデニムを作りました。これ後ろ姿です。これは後ろ姿にポイントあるデニムです。で前はシンプルです。後ろ振り返った時にリボンがレースになってて、下もあの夏暑いと思うんですけど、このレースで涼しい感じを出しました。はい、これデニムです。はい、リボンデニムもぜひ。めちゃくちゃシルエットが、ね、綺麗なんですよね。履くと綺麗です。これもぜひチェックしてください。こちらの、バックリボンデニムパンツは、うん、お値段税込み16,500円で、S と M の2サイズ展開になるので、はいはい、私くらいの身長の人は M で、うん、150センチ台の方は S がおすすめです。はい、こんな感じです。一通りやったか。で今夏のアイテムも予約してるので、今これは秋でした、はい、秋なんですけど夏のアイテムもちょこちょこ追加のアイテムがあって、ね、今ラメの T シャツが出てるんですけど、このタンクトップバージョンも出ます。これとても可愛くて、後ろがこの後ろの首の下くらいにこのリボンのキラキラが入ってたり、これもとても可愛いです。黒とピンクもあります。1枚で可愛い。これ私のお気に入りです。自信作。これおいくらですか。こちらが、お持ちくださいね。何色がいい。これ可愛いね。ホワイトとピンクとブラックの、うん、3サイズ、あ、3カラー展開で、税込み6930円、はい、あります。こんなのもあったりします。これは今すぐじゃないね。今予約中で6月お届けとかなので、割とすぐ、うん、真夏に着れます、はい、6月お届けです。これがうちがお気に入りだった、はい、マンピー。これすごい可愛くて、なんかシナモンロールみたい可愛い、大きい襟が、大きい襟がポイントの、なんか形もねすごいいいんだよね、うん、なんか夏の少女感出る、可愛い。これも今季の夏の私のお気に入りです。なんかあの彼なんで5月に夏出てた、うん、あの麦わら帽子、あ、確かに麦わら帽子あるかもしれない、可愛いですね。インガムチェックのやつ、うん、可愛いです。お上品ですね、はい、こちらのワンピースは、ビッグカラーチュニックワンピースで、うん、お値段税込み 13,970円となっております、はい、ぜひ。そんなもんでいいんじゃない。あとまだやることあるもんね。やることね。で、まあ、いい。はい、ということで、秋物は以上でした。アーカイブ残すので、ぜひ皆さん見てください。今日のライブで紹介した2024年の秋のアイテム第1弾の予約は、本日 の、 あのお昼から予約開始 しています。はい、私のルックも公開されたんですけど、皆さん見ましたか。はい、それを見たりとか、いろいろ想像して、ぜひあのゲットしてください。今日紹介した予約アイテムは5月28日までの5日間限定で、新作なのに 10% オフで買えちゃうので、本当に気になるものはぜひゲットしてみてください。さらに 10% オフで買えるだけじゃなくて、この期間は送料も無料で、ポイントも普段の10倍つきます。はい、なので本当に気になったアイテムはマジであの今ゲットしておくのがお得に買えるポイントだと思います。はい、そしてコメントでも、そしてはい、ちょっとこのやつ多分他にも見たい人いるので、もっと見てほしかったんですけど、あのカルナムールとセブンイレブンさんのあの商品で、カルナナというブランドができました。あのライフスタイルブランドなんですけど、セブンイレブンさんで明日か、はい、明日の25日から渋谷区と、あと新宿区と、あと埼玉県で、はい、あの置かれます。まあ、店舗はね、あの皆さん見つけてみてください。はい、でそれが今日、あ、これ入れていいのかな、はい、じゃこんな感じで並べようっていうのを初めて見せます。
別にお借りしてきたので、はい、お借りしました。私もちゃんとやっと見れた。はい、じゃじゃーん、すごい。もうちょっとこっちこっちだ。あ、いいよ、うん、3くらいだ。はい、こんな感じのものが、この重機がセブンイレブンさんに置かれます。はい、今テスト販売なので明日からぜひ見つけたらぜひゲットしてみてくださいね。全国を目指してテスト販売です。皆さんがゲットしてくれたら全国に置かれる可能性もあります。頑張ります。はい、靴下も本当にびっくりするんだけど生地が良すぎて、もう靴、自分の靴下全部これでいいんじゃないかって思うくらい生地がとてつもない、なんかコンビニのクオリティじゃないんですよ。本当靴下屋さん専門店くらいのクオリティ。私も何回もこれこそあのジムでトレーニングするときに履いたりしてるんですけど、何回洗っても全然なんか平気。うちの洗濯機はね、全然この刺繍とか入ってるんですけど全然へたらないというか、生地がめちゃくちゃいいです。これぜひ履いてみてほしい。こんな短い靴下だったり、他にもちょっと春らしいカラーのこのカルナナってロゴが入ってる靴下が、黄色と青とちょっとコーラルっぽいのと、あとこれのベージュマーク、あ、ベージュと何個あるんだ、ベージュと黒もあります。はい、5種類の5種類、はい、アイボリー、ブラック、オレンジ、イエロー、うん、グリーン、グリーン、はい、ぜひワンポイントで刺してもいいですし、こういうベーシックなお色もあります。はい、でこれがコンビニで買えるのかっていう見て、ルーズソックス、すごくない？コンビニでルーズソックス買えるんだよ。普通にね、私たちは、私みたいな大人はあのデニムの下とかにクシュクシュして合わせるのもいいし、それこそ学生さんとかちょっと靴下忘れちゃったわとか、こう税金わかんない、通信だったらいいのかな、靴下指定がない人とかは靴下迷ったらこれとかも可愛いと思うけどね。学生でもいけるてか誰でもいける、可愛いです。これもカルナのシート N がついてます。ルーツがコンビニで買えるんだよ、すごいんだよ。で、あとこれもコンビニで買えるのかっていう、旅ソックス作りました。はい、私あの旅のあのブーツを持ってたりとかもするので、それで作ったんですけど、あの結構健康で足の指を広げたい人たちにもあのおすすめです。旅ソックス、はい、これもシンプルなデザインになってます。旅ソックスも買えます。これぜひ皆さんゲットしていろんな人に見せてください。で、今メンズ見てるかわからないんですけど、メンズの皆さんにも、はい、作りました。はい、バックロゴの、はい、靴下、これもメンズな感じ。このソックスだってメンズ用に作ってるので、うん、そう、サイズが25から27の、うん、25から27の方です。で、私足でかいんで25センチなんですけど、足が大きいあの一緒の方がいたらこれも全然履けちゃいます。はい、確かにカップルでね、お揃いにしてもいいし、ぜひ。で、ま、あと靴下、靴下じゃない、ハンカチ、ハンカチも私もインスタグラムで紹介したんですけど、まずクリームソーダをイメージしたハンカチです。そう、コンビニなのに肌触りもいいし、すごい大きい、あとちゃんとしっかりしたハンカチのサイズです。はい、これはクリームソーダ、ここにチェリーをつけてクリームソーダにして、でもう一個は、もう一個はこれカフェラテ、私はカフェラテすごい飲むのでカフェラテです。ここにクリームがついてます。はい、混ぜる前のカフェラテです。はい、イメージして作りました。かわいい。あとはカルナムの、その店舗が始まった時にもあったちょっとロゴにもなってるんですけど、そのカルナで実際にお洋服でも使われてたロゴをハンカチにしました。それをちょっともうちょっと淡い感じにして、ピンクとグレーの配色で、このちっちゃいハートが入ってます。かわいい。これは本当にね、プレゼントとかでもいいレベル、なんかさらっと渡しても喜ばれると思います。あとブルーあります。はい、カルナムって書いてあります。はい、あとこれは多分ユニセックスにどっちでも使えるんですけど、シンプルなちょっと学生なんていうんだっけ、こういうの
カレッジロゴ、カレッジ学生カレッジロゴが入ってるハンカチです。これはブルーっぽいグレーブルー深めのブルーと爽やかなイエロー、リームイエローみたいな色です。はい、ぜひ男女問わずゲットしてもらいたいです。全部お値段も安いんですよ、びっくりするくらい。いくらからいくらくらいだったっけ、税込み550円から900円くらい、900円くらいまで、すごいね。安い、靴下とかだって500円のやつもあるもんね、あったりとか。ルーズはちょっと900円か、ルーズは900円ですけど、でも全部お手軽なお値段になってるので、はい、ぜひ明日から渋谷区と新宿区と埼玉県で、はい、テスト販売が始まります。はい、一部お取り扱いのない店舗もありますのでご了承ください。ぜひ見つけたら教えてください。数量限定のためなくなり次第終了となりますので早めにゲットしてください。これ本当にどんくらい反応があるかも私もわからないから、ぜひ見つけたらすぐ買うのがおすすめです。そのすぐ買ってなくなったらもしかしたら全国でもいけるかもしれないので、ぜひ皆さんご協力お願いします。そしてこれは初出しなんですけど、カルナムールのルミネスト新宿店にセブンイレブンがあるのか、違います、あカルナムール、あ店舗にってことは、うちどこにあるんだろうって思ってた。これカルナの店舗になるの今知ったんだけど、うちルミの中にセブンがあるのかと思った。全然違う。いやだからどこにあるんだろうって思ってた。えすごいじゃん、カルナムールのルミネスト新宿店にも5月31日からカルナの全商品を販売することが決定しました。そういうことだったのね、はい、じゃあぜひカルナムールに遊びに行く方もいましたらぜひ置いてあるので、数量限定なのでどのくらいあるかわかんないですけど早めにお店に行ってみてください。ルミネの店舗には5月31日からです。はい、明日店舗行くから買うはないです。5月31日からです、店舗の場合は。5月31日です、店舗でゲットするのは。はい、今回は テスト販売になりますが、今後はねより多くの人に手に取ってもらえるような展開をしていきたいので、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ明日見つけたら皆さんたくさん報告待ってます。私もどっか見に行こう。はい、そんな感じでした。以上です。ゲットできなかったらごめんね。どんくらい反応があるのか本当に分かんない、うん、いろんな人から褒められるけど、マジで買ってくれんのかなとも思ってるし、どんくらい反応があるか分かんないので、ぜひ皆さん見つけたらゲットしてください。では以上です。終わりか。じゃあアーカイブ残すのでぜひ見てください。ではさよなら、バイバーイ。ゲットしてね、予約、お洋服してください。